あ、さっきと同じ。え、サラサラヘアってあれじゃなかったっけ。あれ、この人さっきの。はい、じゃあね、7番ちゃんから、え、眠い、おねえよ、おねえ、頑張って、7番さんから、え、お転校してちょうだい。お転校。7番です。1番さんどうぞ。はい、1番です。2番さんどうぞ。リア教やな。はい、2番です。3番さんどうぞ。3です。4番さんどうぞ。4、さっきのリア教。5です。はい、皆さんね、天候よく言えました。いい子、いい子ちゃんね。はい、じゃあルール説明させていただくわね。この部屋は初日乳首噛み割り部屋なので、おかみさん乳首噛んじゃってね、噛まれたところが乳首だったら乳首ぶん投げるね。初日噛んだ、2日目ちゃったで占いし、ね、乳首の出るタイミングが強いから寝る。ね、初日、誹謗中傷、え、何これ、でもめっちゃ強いよ、殺なしで、めっちゃ強いよ、と殺断は OK ね。はい、めっちゃ強いよ、ね、何かございますでしょうかね、何かありますか。何もない。うん、じゃあみんなゲーム頑張っちゃおうね。はい、チュッワン、アトゥー、ワン、トゥー、スリー、フォー、ティンコティンコン、ティンコティンコン、ティンコ。もうさ、この歌さ、1日さ100、まもなくゲームスタートです。朝が来ました。昨夜は誰も知りませんでした。誰も知らなかった。珍しい。4番のプレイヤーは発言してください。はい、4番村人陣営占い師をなし、ま、殺されてないっていう蘇生盤面でしょう。ほぼほぼ2周目で僕の位置で蘇生先出てくれた方が助かると思います。チャンネル登録。まあ占い師出るまでとりあえず回しますわ。5番のプレイヤーは発言してください。はーい、占い師はありません。さっきのリア教やん、さっきのリア教やん。この人4番さんは命ありません。占い師出てからの、まあ、考察した方がいいですね、これ。はい、回します。6番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、皆さん、おはようございます。あ、人参ピーマン、じゃがいも、おちょぴたん、じん、あ、ダンス、ピンピンピンって言ってた。はい、チャプタン、今回、乳首になりました。で、そうね。7番ちゃん、セオリー通り占って、乳首って占い師でおりますので、乳首って占い師のことなの。はい。もう7番ちゃんを間違いなく占い師として出るか、それとも須村健といった、ね、おとぼけしちゃうか、どっちかだと思うんだけど、もう7番ちゃんごめんね、あなた。ね、今日あなたはケチャマン。ね、チャプタンさ、タンポンだったらいっぱい持ってるから、あなたに差し上げてもいいわよ。うん。そんな感じ。ね、7番さんお疲れ様でした。ね、残念。うん、もうクソして寝てください。うん、そう、ごめん、怒らないで。何なんだ一体。のプレイヤーは発言してください。はい、スムラなんですよ私。だから6番さんがもう偽の占い師って感じかなって思ってます。潜伏するかな、占い師さん。 C の占い師さんいたら潜伏するのもいいとは思うんですけど、2週目でしっかり考察言ってください。私釣られちゃいますこのままだと。そうですね、まだ 1,2,3 番さん残ってるんで、まあ、4号さん特に色落ちはないですか、ね、すいません。4番さんの最初ちょっと聞けてなかったんで申し訳ないんですけど、はい、以上です。ヤブル様は全然アリス団に1番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます、村人陣営です。まあそうだね、6番が占いでな、黒と、まあこれからね、占い対抗出なければ、まあ、当然7つりでいいと思うけど、まあそんな平和村なんてことなかなかないと思うから、まあちょっとね、2、3の発言聞いて精査ですね。で、まあ、髪もなかったってことは、魔女が、
復活させているということだと思うんで、まあそこら辺も考察の材料になると思うので、まあちょっとね、釣り位置とかなかなか決まらないようであればそこら辺行ってもいいかもしれませんね。はい、では2番さん、3番さんお願いします。2番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。村人陣営でした。6が7に黒把握しました。とりあえず俺7番さん普通に黒だと思うんですけど、6番さん信用期して7番さん黒っていうよりは7番さんの発言は普通に黒い。仮に俺が7番さんの位置で黒出しされてた場合、新占い師は 100% いるからその人出てくださいっていう話をしますよね。7番さん、新占い師潜伏もありだと思うってどういうことですか？その発言が意味がわからなすぎる。だから7番さん単独で黒いなって思いました。はい、じゃあ2と6ラインやな。で、俺も魔女さんは蘇生盤面だと思ってるんで、魔女さんは、4番さんだな。4番さんからの発言だったはずなんで、4番さんの時点で出てください。はい。手暗いかな。一番さん、その7番さんの発言聞いて何も思わなかったのかな？っていったところで7-1あるのかなって思ってます。5番さんもちょっと怪しいですけどね。はい、2周目います。3番のプレイヤーは発言してください。はい、4白です、4白。はい。ということで、まあ、6番さん軸で考えると、うん、5番さん出なかったから、6番さんが出たか、まあ、6番さんが先陣切って、相方1番さんなんだけど、これどっちなんだろうね。3番さん、ごめん、2番さんはね、まあ、7番さんにヘッド向けてるけど、まあ、そこの気持ちもわからなくはない。だから、まあ、まだちょっとね、色目はつけないんだけど、だから6番さん違う、5-1どっちかじゃないかなと思うんだよね。ほう。これで、2番さんが仮に陣容だとしたら、俺、先般かぶります。はい。なんて、はい。これね、まあちょっと話もう一回聞くんですけど、はい、7番さん白です。お願いします。7番さん白。7番さん白。そうか、まあ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 。でも7番さん、そうか、まあ、白か。白だよね。3番ムラリなし。4番のプレイヤーは発言してください。まあもう3番が、の話を聞いて分かるように6が死んでした。いや、これ俺でも恥ずかしい。6死んじゃなかったら。7白ではない。そうだよね。6、7の囲いがあるんで、7白ではないということを3番に伝える。そう、俺もそれ言いたかった。まあ、6、7でも、6、7。あ、でも、占い師か、今日は。まあ、じゃあ3行きまーす。3でいいんだよね、普通に。3行きます。5番。ちょっとゴリゴリやな。のプレイヤーは発言してください。はい。なんか私。うまっ。うまっ。3番さんに怪しまれてるんですけど、私、村人陣営です。うまっ。村マーク出てるんです。めっちゃうまいやん。めっちゃかわいいやん。あと、言った方がいいかな。私、魔女です。え、マジで？魔女か。蘇生位置は、かわいいぞ、リアス。教えません。え？ 3 番つったら、6番、続殺しちゃおう。ぽいぽい。6番のプレイヤーは発言してください。みんな聞いて。5番さんってさ、何言っちゃってるわけ？本当に。ねえ。この子さ、なんか魔女発言してるけどさ、絶対嘘よ。もう、チンチクリン坊やって感じ。そうなの？ねえ。チンチクリン坊や。マッセンさんいらっしゃい。はい。でね、もう7番さんが人狼なわけ。ね。うん、なんかさ、女の子ってさ、うん、ね、もう最終的にはさ、ね、なんかもう釣られそうになるとさ、え、私は、本当に、素村なんで、とか言ってさ、なんか色気出しちゃうわけ。ね。
いや、あなたたちってさ、なんていうのかさ、歩く生殖器って感じでしょ、みんな男の人たち。ね、だからさ、ね、ほんとさ、7番さんの言うこと信じないね。うん。7番さんってさ、そう、七つり。だってさ、考えてみな、7番さんってさ、スムラしてるのよ。ね、うん、もう、スムラしようしちゃってるわけ。もう残念、お疲れ様、プププププププピピン。7番。のプレイヤーを発言してください。てか、まず普通に私が人狼で占い師で黒出しされてたら私普通に自爆しちゃう。そんななんか、うん、なんだろう、反論できるぐらいそこまでメンタル強くないから。だからね、ほんと6番さんなの。まあでも結果見たらわかると思うんだけど、絶対負けたくない。なんか女バカにしてるし、ほんとそういう風にしてくるんだったら私もバチバチに言いたいしさ。そういう風にうまいもんね、ユーモアも取りながらって考えた時に、ローラーも考えてないし、私が人狼の時の人狼なんでしょ、黒出しなんでしょ。そしたらそこのツリーチじゃなくて、そこの、うん、なんだろう、本当に新目だったら絶対追うと思う。私の相方探しすると思う、うん、全然してなかったし。だから4番さんそこら辺ちょっと頭に入れててほしいです。で、3番さんも真の占い師として見て、私はロックオンが6番さんなんだけど、2番さん私に突っかかってきたのがちょっとびっくりしたかも。で、考えると4番さんも6番さんに結構加担してたから、今のところまだ20名、最後まで聞いてないからあれだけど、24かなって思っちゃう。うん、え、5番さんから始まってたよね。だから4番さんのさ、気持ち、あ、気持ちじゃない。ハンターです話。ハンター4番、聞けるもんね。決める。相方はそれで判断します。とりあえず6入れで。ちょっとよくわかんない。のプレイヤーは、発言してください。ちょっとごめん、なんかもうよくわからん村やなこれ。そうだな、まあ単純に考えたら73が人狼はまあ6と、そうだね、まあ2と4あたりが6に加担してたから、まあ6、42あたりが人狼になるんだろうけど、どっちつろうな。まあ正直俺は63? あ、チャンネル登録ね。うん。あ、俺のチャンネルも登録してください、皆さん。じゃあ、3番の方がね、新名ないかな。なんか、ちょっと焦ってるというかね、なんか黒っぽかった。6番は、なんかね、喋り方がすごい余裕あるし、あかん。本当に?本当に ?6 番のね、あの余裕っぷりはちょっと新名あるかなって思ったんやけどな、俺は3番でいいんじゃないかな、釣り。どう?2番めっちゃチャットできるやんこれ。発言してください。はい、結果から言います。今日は3人いきます。3番さんを4にしろって言ってたよね。4にしろって言ってて、うん、で、なんで7番さんしろって言ったんですか。そこが意味がわからん。それ言おうと思った。それ言おうと思ったよ。意味がわからん。それ言おうと思った。最初に指摘してたのは4番さん。だから4番さんは普通にしろだと思います。うん、はい、で7番さんの考察めちゃくちゃあっていう、1番さんなんで指摘できないのかなって思ってました。ごめん、それは6番さんの黒要素として、6番さんの、うん、3番さん黒軸だったら相方どこだよって、相方探してないから6黒いよって言ってますけど、いや6番さん目線だったら3なので終わりなんですよ。だから相方探すも何もないわけですね。え、それわからないかな。うん、だから普通に7番さん単独黒いんですよね。うん、で、3番さんが対抗で出てきてて、6番さんが7番さんに黒打ってるわけでしょ、うん。っていうことは、俺も3番さんのその発言から、3番さん新名ねえなって思ってたんで、うん、今日はもう3行きます。はい。3行って、で、次7つって終わりなんじゃねって思ってます。うん、5番さん3つって6毒殺って言ってますけど、6番さん黒要素あったんですか。占い師ローラーするんだったら毒は盛らないで、明日6番さん生きてたら釣りましょうよ。うん。2村ね、っていうのが普通かな。うん。っていう発想なんないのかな、普通の村って。俺はちょっと思っちゃいましたけど、ごめん、なんかなって言ったところで3番さん出現してたんで、俺は今日3番さんに言えたいと思っております。しまったな、相方としては7だと思います。以上です。2番は自分の言いたいこと全部言っとるわ。のプレイヤーは発言してください。うまい、俺も言いたかった。じゃあいいよ、もう弱いけど黒囲いもじゃあ見るとして67ね。あ、じゃあいいよ67で。じゃあ2番さんじゃあ67で追ってね。じゃあ、はい、
じゃあもう絶対6、7つってね。じゃあ2番さん。あ、頼むよ。2番さん、6、7つってね。頼むよ。3、7でビンの。本当にいいのね。本当にいいのね。面白いぞ。あ、知らないよ、これ。何これ。本当知らないよ。お前2番さん、先般でいいのね。あ、2番さん、先般になりますよ。なんかみんなめちゃくちゃやな。なめちゃくちゃなんやけど。何これ。はい。ですね。すいません、6、7。はい。そうですね。6、7の苦労囲いもあるかもしれないです。うん、はい。だから、ちょっと足しとくか。そうですね。まあ、真面目に考察するとして、だから正直、5番さんマジョでしょ。だから左からうんこの匂いする。どっちからなんですよ、6番さんの相方は。だからね、2番さんやたらと7番さんを叩いてたからね、ワンチャン6人あって、で、その次6、1ですね。はい。4番さんはね、6番さんはね、こういう喋り方だからね、あ、1番さんか言ってたの。うん。あのね、余裕があるわね、6番さんのキャラだから、それはみんな、惑わされないで、本当に。うん。で、これで、6、7人狼だとしたら、俺1000番かぶる。うん。よろしく。うん、俺死んだからね。そうだね。まあ別に俺つってもいいけど、5番さんさっき言ってた6番さん毒殺していいよ。うん。俺死んだから、よろしくお願いします。6番さんと1番さんチャンネル登録しとこうかな。うん、ありがとう。ありがとう。投票を始めてください。ありがとう、3番が登録してるらしい。オラじゃない。あ、てか、5番の声可愛いっていうの忘れとった。しまった。本当言いたいこと言えてないな。なんかもう。カオスすぎて。3番のプレイヤーが選ばれました。3番のプレイヤーは発言してください。いや俺ね、強いてね、4番に言いたい。もうなんかね、メンチ切ってね、あ、もうこの時点で3番釣りですねって言ってるけど、お前が真の占い師で、この位置に立って、隣が白だと、考えてみろよ。こうなるぜ、自分も。それを考えとくよ、4番。うん。もうガチで真だからね、結果見りゃわかるけど。すいません、メタ発言。はい。なんで、6番さん明日釣ってください。お願いします。村勝ってくださいよ。勝つためなら6番さんですよ。釣ってください、明日。裏ついた。地神はほっといてください。以上。夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。マジで？あ？どういうこと？5番のプレイヤーは発言してください。はい。結果教えてください。神なしか？キャピタン陣営さん教えてください。落ち着いて。なんだこれ。ゴシロは5番ウナハト、慌てて準備したんですか。いや怪しい。5番ゴシロ言う前に落ち着いてっていう文字があること自体おかしいんですけど、落ち着いて追ってからゴシロ、もうこの人人狼ちゃうかな。え、めっちゃ怪しい。6番入れます。6番のプレイヤーは発言してください。5番さん聞いて、あのね、7をね、7番さんがくれて出てるんだから、うん、そうだそうだそうだ、占う必要ってないでしょ。そうだ、確かにそうだ、うん、だから、うん、なんていうのかしら、5番さん占っても4番さん占ってもね、1番さん占っても2番さん占ってもね、うん、結果白なわけ。だってチャプター目で3、7人事なんだから、うん、これわかんないかしらね。もうさ、7番ちゃんね、別にね、チャプターはね、女の子をバカにしてるわけじゃないの。ごめんなさいって言ってる。そうだから、ね、リア教、リア教の人わかればよろしいね、うん、ただ7番さんさ、ほんとチャプターってさね、あなたね、ほんとすごいごめんなさいね。ただ、黒って出てるから、ね。ほんとごめん。ん？蘇生どこ？
そんなものはどうでもいいわけ、祖先地なんて、うん、結局は7番さんが来るね。わびいならいく。7番のプレイヤーは発言してください。してください。チャピターなんかちょっとテンパっちゃった感がすごい出てました。いや普通に私本当に人狼だったらもうここまで、うん、もう自爆してるって本当弁解ができない、マジで。だからもし今の話だとチャピタンがもう 3-7 で終わりって決めたとしても絶対にあれでしょ、5番さん白5白とかさチャピタン絶対書く必要ないじゃん。なんか本当慌ててるってしか思えないの。それはなんでかって言ったら真の占い師じゃないから。真の占い師は3番さんねってなった時に2番さんがね結構結果悪かってなって、逆じゃね、こうフォローしてるようにしか見えないから、私はもう6-2だなって思っちゃう。まあでもどっちにしたってまあ仮にねチャピタンが真の占い師だとみんな見えるんでしょ、見えたとしたって6番さん釣りで今日は安定だと思う。そしたら1人狼は釣れてるからもう3番さんが本当は人狼なんだけどね。あ、もう釣れた。真の占い師なんだけど、やばい、もう超失言したじゃん。もうそれで絶対新目取れない、うん、いやだけどとりあえず3番人狼だって。3番さん本当に真の占い師だから6番さん釣りで今日は安定だと思います。はい、以上。1番のプレイヤーは発言してください。まあそうだね、あの7番本音が出た3番が人狼とで、まあ逆、そうで、あとね、なんかチャピタン陣営が結果言うのを使ったのがなんか締めないみたいなこと言っとったけど、俺逆に6番が新占い師だから結果言う必要がないからあんだけ余裕を持っていたんじゃないかな。だって6番目線は 7-3 で決まりだから結果言う必要ないからね。だから俺はちょっと6番てか6番かなり信じてます。まあ7番も普通に黒いしで、そうさっきあの3番がさ、3番が7番白とか言っとったのも失言って思ったんやけどね、言うの忘れてました、すいません。であと5番の声が可愛いっていうのもね、言うの忘れてました。まあ、今日は7つ入りでいいんじゃない？終わらんかったら6毒殺すればいいし。2番のプレイヤーは発言してください。はい、そうっすね。まあ一応5番さんに俺は蘇生先を聞きたかったなと思っておりましたけど、うん、まあ俺も今日7でいいんじゃないかな。7番さん、うん、今あのこの日2日目の話を聞くと、あ、7番さん結構いいなって思ってましたけど、そうだね、今日は俺も7でいいと思います。 3-7 で終わりなんじゃないかなって思います。うん、かな、とりあえずは。うん、ちょっとごめんなさい、俺も7番さん黒ロックしすぎてるせいで考察全然伸びない、うん、ただ6黒だった場合って相方としてあるのは1番さんだけでも、1番さんの今の発言では怪しいところなかったから、うん、まあ強いて言うんだったら5番さんの声かわいい、それは俺と別人間なのかなと思います。すみません、それは冗談です。はい、今日7に行きます。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。ん？ 7 番で終わんなかったら、あ、そっか、そうや、じゃあ、あの一回フェイントを入れて6番入れます。フェイント入れて6番、投票を始めてください。どういうことだ。6ニスなら相方2か。7番のプレイヤーが選ばれました、うん、さあどうなるか。7番のプレイヤーは発言してください。ほら終わんないじゃん、もうどこ持ってくださいね、まあ、6番さん、うん、もう1番さんもほんと思考ロックしすぎ、すみません、もう噛むじゃん村人だったらね、ほんとにすまん、もうほんと間違えたの。3番さん新芽っていうその言い方がね、間違って人狼って言っちゃっただけ、もう魔女5番さんじゃないの。
だから分かったでしょ、6番さんが黒って。の相方だよね、ほんと。もう何この投票結果。どこ漏れない？締めないのよ。まあでも、じゃあ、まあ、とりあえず魔女さん噛める、毒漏れるから、絶対6番さんね、今日。誰だ誰だ、漏れないの、なんで漏れないの、漏れないの、漏れないの、漏れるでしょ、噛まれたら。絶対持ってね。夜が来ました。目を閉じてください。漏れないの？朝が来ました。昨夜死んだのは、うん。5番。終わり？ゲーム終了。あ、本当や。人狼の勝ちです。ああ、なるほどな。うわ、ごめん。ごめんって言っとくから。強っ。そうや、26のラインあったよな、その道な。